いらっしゃいませ。あなたは何が知りたいの？宇野薫のエネルギーバー。はい、こんばんは。宇野薫のエネルギーバーのお時間となりました。はい、では、本日のゲストを最初にご紹介したいと思います。本日お久しぶりの登場です。山内かなめ先生にお越しいただきました。山内です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでちょっとご案内を先にさせてください。こちらはですね、コロナ禍ではございますけれども、毎回ですね、このスタジオ内、トレイルフレッシュというね、オゾン発生器を使っておりまして、コロナ対策しております。はい、ということですので、我々はここにね、パーテーションがあるんですけれども、そちらと、こういったものを使って、スタッフも検温消毒我々もしておりまして、安全に番組をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということで、先生早速なんですけど、はい、2ヶ月ぶりぐらい、2ヶ月ぶりですね。ですね、はい、ちょっと先月はね、はい、お休みをいただきまして、先生黒くなってますよね。はい、歩いたんです。外歩いたんですってね。はい、なんでですか。ですね、子供からですね、お尻が垂れてると言われたんですよ。なんと、ほんなら筋肉が落ちてるんですよねなんかすごい鋭いところを見てらっしゃいますよね。後ろ姿でお尻が垂れてるって、娘から言われた時のこのがっくりした。はい、いや先生ね、普段皆さんがご覧になって分かる通り、はい、すごい背筋もしっかり伸びてらっしゃって、はい、普通の方よりはものすごくダンディーで姿勢もいいんですよね。うん、パンツ姿見られたね、お尻が垂れてるって言われたから。そうだったんですか。はい、もう子供って残酷ですね、思った通り言うから、はい、やっぱりね、年齢よりは若い、はい、とはいえ、やばいですね。事実をお伝えしてくれちゃうわけですよね。そうです。でそれによって筋肉が落ちてると思った先生は、歩いたんですか。 そうです。そのぐらいを歩かれたんですか。ですね、最高あるの1時に、ね、22キロです。22キロ。はい、どのぐらい時間がかかるんですか。多分7時間ぐらいかかったんですね。すごい時間ですね。食事後歩いてたんです。食事を食べたら歩いた。歩く。だから、朝は8月4日から歩き始めました。はい、先月は歩いてたんですね。はい、そしてですね、初め、階段が63段あるんですよ。お近くのところの階段ですか。はい、お宮の階段が。へえ。それで初めて何もしなくて歩いてですね、息切れがしたんですよ。普通はなりますよね、63段も歩いたら。もうその時ショックでですね。はい。それからこう、だんだん2段歩きにしてね、息切れがしなくなりました。あ、すごいですね。その次は、足首に2キロずつ重りをつけても、息切れがしなくなりました。すごいストイックですね。はい、それでだんだん距離を伸ばしてですね、うん、17キロ、19キロ、22キロまでしたんですよ、1日。あ、長くなったんですね、距離が。それが22キロが8月の15日、暑い時です。へー。ところが、あぐりか、ちょっと太ももが、太めな、ふくらはぎがちょっとおかしくなりました。歩きすぎたんですね。これは私の年齢からしたら回復が間に合わないと。ちょっと歩きすぎ、毎日歩かれてたんですか。毎日です、1日3回です。すごいですね。はい、でこれじゃいかんと、はい、ちょっと12キロ平均から10キロ平均からした。へえ、ちょっとやりすぎたんですね。やりすぎたです。ちょっと減らして、はい、で食べ物はいっぱい食べて、はい、歩きました。あ、朝も歩いて、はい、お昼食べたらまたお昼も歩いて、21キロの時歩いて帰ってきて食事の用意しなくちゃいけないと、はい、食べてまた歩いて帰ってきてまた食事の用意しなくちゃいけない。ずいぶんストイックですね。はい、でもこれは私の体には無理だと。ほうほう。もうちょっと落とさないかん。やっぱりね、1時間半か1時間ぐらいで、1回が3時間ぐらいで終わらさないかんという結論に達しました。結構3時間往復で歩くって相当ですよね。はい、あ。今はですね、うん、どうするかって、初め、片足に4キロ500、はい、両方で9キロ。これで4キロ5ずつをつけてんですか。はい、あ。それ歩くんですよ。結構重くないですかね。それで1キロ歩くわけ。そして今度、うん、一番上が1キロ、片足と軽いんですよ。あ、落とすんですね。3つついてるから。今度 1.5 外す。 1.5 外したらですね、あと2キロをもっと軽く感じるぞ。なるほど、なんかアスリートみたいに感じてきましたね。そうそう、もうなるべく短時間でどう筋肉を鍛えるか。あ、結構でも体感されましたか。体感しました。それでこの2キロ外したらもう足が飛ぶように軽いですね。
へー、ちょっとでも急にそれを皆さんにどうおすすめはしません、はしませんか。1キロからやってください。1キロから。1キロから。よく100円ショップとかでも足のつける重りみたいなのありますけど、ああいうのでもいいんですかね。1キロいいと思いますよ。それってね、あの手にまた1キロつけるとまた違うんですよ。うーん、なんかすごいですね。で近所をこう、そうそう、だから人知れず重りをつけて歩く。だからその、20キロ歩くよりも10キロに重りを1キロ、はい、あの1キロだけあれつけて1キロ歩いて、その後どうするか、はい、あの100メーターぐらい走ったら50メーターから100メーター歩くんですよ。でまた100メーター、そういうふうにやっていったら、はい、あの簡単に10キロ行きますから。なるほど。あ、じゃあもうジムに行かなくてもこのコロナ禍のねリモートワークの時期に、はい、まあ、皆さん運動量が減ってて、はい、やっぱ足腰が衰えてるんですよね、はい、ちょっとその話を聞きたかったんですよ。あの、はい、あの足腰がですねやっぱ衰えてましたね、うん、だから今その走っても息切れしないんですよね。鼻で息できます。やっぱ人間ってやっぱ丈夫ですね。やっぱりこう心肺機能とかも鍛えられる感じですかね。それ体温を上げると多分免疫機能上がりますから。あ、そう、もう今大事なことですよね。コロナ対策でございます。やっぱりね、マスクを普段していることが多いから、はい、息も浅くなってるから、こう体を動かすことで、はい、下半身の筋力もアップできるし、はい、一石二鳥と、はい、私の時田舎やからですね、マスク外してこうできるんですよ、うん、ところがこう都会で行ってきてそうはいかんからですね。そうですね。それで歩くとやっぱ息苦しいんですよ。息苦しいですね。ちょっと坂道登ったら息苦しい、うん、その時ちょっと鼻ずらします。あ、そうですね。それでちょっと酸素を吸わなきゃいけない。そう酸素を吸わないと燃えないから、はいはい、あの不完全燃焼はきついです。そうですね、はい、二酸化炭素が多くなっちゃう、はい、あのマスクのここでね、はい、いや重りつけていくからこう階段登ったら もう息切れですよ。なんかちょっとクラッとしますね。やっぱりないよりは負荷をかけてやった方が短時間でいい。短時間でいいと。へで短時間でこう結局汗の量で分かるじゃないですか。分かりますね、はい、またですね、これ汗かいてシャワー浴びると気持ちがいいんですよ。なるほど。ちょっと秋の時期ね、うん、これからちょっと少し涼しくなってくると思うのでね、はい、ぜひおすすめですね。おすすめです。ちょっと10キロとかは長いかなとは思うんですけど、でもそれでもね、1キロでも1キロでもいい。だから1キロだったらだいたい15分やから。あ、そんなもんですか。だいたい30分ぐらい運動した方がいいっていうね、痩せるためにも。あ、じゃあ1キロ行って帰ってくるぐらい。そう、1キロ帰って行ってくるぐらい。あ、それもちょっと早足でちょっと大股にした方が、同じ歩く時間歩くならちょっと大股、大股でね、はい、やっぱ筋肉に負荷をかけなきゃいけないですね。負荷をかけましょう。うん、そしたら安定しますから。だいたいこう安定、うん、危ないで足歩幅が狭いから安定しないんやから。なるほど。広くしたら安定します、うんうん、できたらですねスキップしましょう。スキップですか。あ、スキップして怒るしないです。スキップしたらなんとなく、ね、見てたらちょっと怪しいと思うかもしれないですね。まあ、怪しい、いいじゃないですか、健康のため。まあ、そうですよね。あのちょっとこう見てる方が楽しいかもしれないですね。ちょっとあの人スキップしてる。ちょっとあのじじいちょっと怪しいな。でも本人健康やから。すごい笑っちゃいました。ね、でもなんかね、多分楽しい気分になるかもしれないし、こっちは、はい、あの親父変に元気がいいなって思った方がいいじゃないですか。そうですね。このみんなのちょっとやる気が湧いてきましたね。そう、このみんな元気のしょぼーんっていう中でさ、はい、人のいないところでね。いやいや、いるところでしましょう。いるところでやりますか。みんなをもう元気なのを引っ張りましょう。じゃあちょっとぜひぜひやってみたいとちょっと今話を聞いて思いましたね。はい、もうやらないと。スキップね。はい、はい。もうでスキップ。スキップ。それからもう スキップできないならケンケンでた歩きましょう。いやケンケンやったらちょっとやばくないですか。ちょっと遊んでないのに一人でケンケンパやったらあの人頭おかしい人になっちゃう。それでこけたらもう大笑いでしょうね。そうですね。もう、まあ、また、まあ、でも自分がちょっと明るい気分になるかもしれないですね。そうそう、明るい気分。ぜひ試していただいて。できたらですね、朝の太陽見ながら歩いたら気持ちいいですよ。あ、そうですね。先生も前ね、うん、いらしてた時にやっぱ朝日を浴びることとかね、朝日見て暗い気分になる方はいないっていうふうに言ってましたね。多分ですね、朝日見て自殺する人はいないと思います。うーん、あの夕日見たら危ない。うん、だから元気になりたかったら朝日見ましょう。そうですね、朝日だとねだいぶ早起きになるってことですよね。そうです、朝日を見るためにはね。だから早起きになると早く寝ますから、うんうん、ね、早く寝て早く起きれば元気になります。そうですね、あの夜考えると、はい、その考えとか実行できないから悩みになるんですよ。あ、朝考えるとすぐ実行に移せるから、あの考えになるわけ。なるほど。そうでしょ、夜何歩考えてもその実現 されないから、うん、ずっと、まあ、思い悩みますよね。そう、堂々巡りする、うん、
うん、朝だったらとりあえず行動の移動があるまで時間が短いから。そうですね。なんかやってみようみたいになるから、はい、もう具体的なこと考えます。そうですね、はい、やっぱうまく時間をね、はい、できたら早く寝て朝考えましょう、はい、先生早く寝てらっしゃるんですか。いや、あの12時ぐらいです。あ、そうなんですね。あ、でも年取るとですね、あと残り時間短いから早く目が覚めるんですよ寝てるのはもったいない。はい、もったいないですね。もったいないですよ、はい、寝れるのは若い時の特権かもしれない。特権です。もう残り時間少ないいやいや、そんなことはないんですけど、元気っていうことです。いや、でもですね、一番の武器は時間ですよ、うん、命はどんだけある。結局目標があってこう登るじゃないですか、はい、なければないほど急こう階段が急になるんですよ、はい、時間があればすごくゆっくりゆっくりでその到達するけど、そうですよね。だんだんこの坂は急になるわけですよね。そう、時間が残り時間で考えると、残り時間で何か達成すると、はい、だから私40代の頃、はい、やっぱ60、70の経営者と会ってたんですよ、はい、その頃思ってた、俺の方が時間があるって。あ、時間はね、金があってももうあと20年したら全部置いてあっちに行くやろとあの余裕を持って話を聞いてましたなるほど。ところが今それ逆の立場でございます、うん、はい、いやいや、まだ先生もあるんですけど、うん、でもそれから比べれば若い人にはまだ時間もあると。時間がある。時間があると夢達成するまでの時間的余裕があるんですよ、うん、そう、勇気出ますね、はあ、夢持ちましょう、うん、はい、ね、今なんかこうこれしたが何したいって、うん、いや別にないって言うんですよ。多いですよね。 もったいないですよ、うんうん、あの結局夢っていうのはこれナビゲートやから、うん、ね、例えば、うん、なんか夢があってこれができないって分かるじゃないですか、うんうん、なんでできないかが分かれば半分達成。あ、なんでできないか分かれば半分達成、うん、だからできない理由潰していけんやから、はい、時間的余裕があれば。そうですよね、うん、あのちょっとずつでも、うん、我々なんでも時間的余裕がないからその潰すのが早く潰さない間に合わないから、うん、まあ、でもそれを人生経験とか、はい、いろんなところでカバーしていくからできるわけですよね。そうそうです。年齢、私たちはこう、うん、人の子じゃないですけどね、あのそれなりに人生経験積んでますからね、うん、だからその、うん、私たちなんである程度こうみんな経験積んだものを協力者がいるから、はい、うんうん、もう助けてくれっていうのは案外みんなね、助けてくれっていうのはお前何が助けるかってなかなか言わないから、うん、仕方ねえなーって言うから。あ、そうなんですね、うん、で助けてくれる。助けてくれる、うん、人の縁もね、やっぱりこう若い時にはないんだけれども積み重ねですよね、うん、積み重ねです。うん、だからこうなんかね、今見えない世界ってあれでよく言うじゃないですか、はい、ね、みんなも見えない世界を積み立てらないんですよ。はい、見えない世界を積み立てる。これ何と思います？信用とかですかね。そうです、信用ですよ、うん、これ信用って見えないですよね。見えないですね。あ、見えないですよね、うんうん、どうして積み立てます？わかんないけど、なんかあの借金したら信用積み立てましょう。借金をしたら信用を積み立てる、うん、これ借金、お金貸した人はこの人返すかな返さないかなと思ってるんですよね。あ、ね、ほんだとこ決めた日以上前に返してください、はい、信用積み立てられます。なるほど、そうでしょ、うん、決めた日の前に来るんやから約束を果たすってことですね。そうです、約束の金額よりも多く渡す。ほんで早く短く終われば、その短い分だけ信用ができます。そうですね、その意識ですね。その意識です。で、私はこう支払いと月の支払い、うん、もうあの何もできない一日目に全部払います。うん、なんかで1日目払ってしまったあの貯金の通帳の残り、うん、これで1ヶ月間がどうだったか成績すぐ分かりますから。分かりやすいですね。分かりやすいでしょ、うん、何もしなくていいんじゃないですか、うん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 、でそこをこう伸ばしたりするからあと分からなくなるわけ。そうですよね、うん、早く片付けて、早く片付けた方がいいです、うん、もう嫌なことは早く片付ける、うん、悪かったら早く謝るごめんなさいって言って、はい、まあ、なんかごめんなさいって言って、いやごめんなさいって言うやん、まあ、まずは、うん、私が悪かったって、どこが悪いんで、いや悪かったってこれ格論に入ると燃え上がりますからなるほどね、まあ、何も言わないよりはね、いいですよね、うんうん、前うちの奥さんから、はい、ごめんなさい、あのごめんって、あの謝ってまたするんやろ、ごめんって言ってました。またそれで謝る。謝る。そうですね。そうやってしたいことしよったら奥さんもあっちの世界に行ってしまいましたけど。ね、もうこいつはどうもならんと、それ上から見てやろうと。あ、そういうことですか。怖いですよ、上から見られたら。もうあの生きてる、ずっと見てますもんね。そう、生きてる人間は、はい、その視界から外れれば見えないけど、うん、あっちの世界の人どこで見てるかわからんから。そうですね。ああ、もう天から見てるわけですね。天から見てるんですね。そのまたこう、うん、助手がおるんですよ。うん、
助手がね、はい、うちの娘が、はい、半分遺伝子つないだやつが、はい、これがまた鋭いからですね、監視しているんですか、ね、監視してるね、はい、お父さんどこいるのって逆らえないですね、逆らえない、でこうなんか買いたい時こうね、モールに連れていかれるんですよショッピングモールとかに連れていかれるんですね、はい、もうモールに連れていかれた時は覚悟でございますもう、条件反射でもう首こう引っ張られてこう行くわけなんですねいや多分それは嬉しそうに言ってるんだと思いますよまあね、はい、やっぱ子供からね、ついてきてて、やっぱ喜んでいかないかんですね。まあ、そこをこう払えるね、親としてのね、はあ、うん、そこ一生懸命頑張って蓄えてこないかんですよ、うん、いや先生はちゃんとしてらっしゃいますから、そういうこともできるということですよね。だから結局ですね、お金を貯めるですね、このお金って何ですか、それ、お金って何を使って稼いだか、そうですね、価値っていうか自分が何かをしたのでこう来てたりとかね、はい、その何かで時間ですよね、はい、時間って何かって自分の命なんですよ、うんうん、だからよく言いますね、自分の命なんですよ。だからお金を人から借りるって、その人の命を借りてるんですよ。あ、だからきちっと返さないかんですよね。なるほど。でお金と向かない、命を借りてるって、だからお金を返して返さん人は命を返さんから信用を失うわけ。なるほど。で命って考えて分かりやすいでしょ。そうですね、うん、まあエネルギーですもんね、それもだからお金っていう感じで一応物質なんだけれども、いろんな形の何か、そう、まあ、エネルギー的なものをね、こっちに一回お預かりしてみたいな、うん、で今返さないと。よくそのローンで利子払いますね、はいはい、この利子って何ですかって。利子はその分の何ですかね。あ、利子で何が減ってますか。自分の自分なんですか、自分の、そう、当たりです。自分の何でしょう。なんだそれは。一生に使える自分のお金が減ってるんです、利子の分だけ。確実にその分減ってます。じゃああんまり仮に そういうのをな先延ばしにしない方がいいっていうことですか。そうです。その利子が減った分だけ自分の自由の金が増えます。逆に利子をもらったらそのだけ自由の金が増えてくるんですよ。はい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 。だから早く借金は返した方がいいと。返した方がいいです。なるほど。でそんだけ自由がなるんやから、だからできたらですね、我慢してお金をして、利子を払わないように一発払ったりですね。払えるならね。払えるなら、はい、できるだけ早くこう回して返すと。そうん、だから、先に自分の命を売ってるんですよ、借金するってことは。はいはい、そうですよね、うん、前借りしてる。前借りしてるんです、前使いしてるんです、ね、だから例えばですね、こう自分の時間ってあるんですね、はい、自分の時間、自分の時間、はい、あと命どれくらいあると思いますか。宇野さん、いやだね、どうですかね。だいたい40年ぐらいあると思いますね。ね、40年あると思いますね。はいはい、ありません。ない。はい。働く時間引いてください。寝る時間引いてください。3分の1でしょ。そうですね。はい、そしたら12、3年でしょ。ああ、そんなに短くなっちゃうんですね。12、3年しかないんですよ。ああ、短いですね。ほんなら12、3年まであると思いますね。あと子供の時もろもろ、人のための時間引いてください。それまた3で割れる。4年ですよ。すごい短いですね、短いです。自分のための時間っていうのが、はい、その4年のためにそのお金を使わないかですね。なるほど。ほんで大学生時代ってこれ全部自分の時間ですよ。そうですね、だから大学で楽しいわけ。なるほど。自分の思い出で時間使えるから。そうですね、だから、まあ、制約ないですからね、うん、だからお金があんまりなくても楽しかったわけ。そうですね、うんうん、ところがですね、これが働き始めないわけ。子育ての時全くないですね。うん、子育ての時は時間ないですよね、自分の時間がね。だからこうストレスが溜まるんですよ。はい、年取ってこう増やす方法、うん、はい、若い時期に金貯めて、はい、ほんなこの金があるから10時間になるんですよ。なるほど、深い、ね、だから40までにあと一生分使う分の時間があれば、お金があれば、はい、どんだけ時間もあります。そうですね、そしたらいっぱいありますよね。40歳までに準備できてたらね。準備できたらちょっと私もうちょっと足りないんですけど、うん、でそしたら1日のうち半分はあるってことなんですよ。なるほど。で 2年で1年間あるってことなんですよ。うん、であと30年が15年あるってことですよ。はいはい、で15年ってどれぐらいかって言ったらね、一生分あるんですよ。うーん、そういうふうに考えると時間って短いもんなんですね。時間って短いですよ。そっか、だから一生懸命やる
ちにこう計画っていうんですかね、自分がこういつまでにリタイアしてとか考えないといけないってことですよね。また海外行ってた時にその、はい、ね、裕福に暮らしてあげてリタイアして、はいはい、やっぱ若い時にその投資やってるんですよ、ね、日本で。そういう方を見てね、うん、日本って投資ってなんかものすごく怖いように思ってるけど、はい、平均したらちゃんとリターンがあります、うん、そのリターンのあるものに対してちゃんときちっと やっていけば、うん、今銀行に預けても利子って高しれてるでしょ、まあ、ほとんどないですからね、ないですよね、逆に損しちゃうかもしれない。駐車場代の方が高いです、はい、あのどうかで銀行下ろしたらその手数料引かれてます。そうなんですよね、手数料分損しちゃうので。あ、その分だけ自分の、まあ、それ手数料というもの、うん、その分だけ自分の自由なお金が減ってるんですよ。そうですね、積み重ねるとね、積み重ねるんです。はい、そうですね、だから若いうちからちょっとでもコツコツこう自分の働いた分からそういう感じでこう投資っていうのとかね、一部回したりとかね。だから自分は42歳の時に60歳から人生の収穫にしようと考えたんですよ、はい、もう42歳の時に60歳までにもうそこから先は人生の収穫期にしようと考えられたんですよね、うん、それでこう計画練ってやったら案外うまくいきました、うんうん、結構かかその間のもう18年ぐらい期間があったわけですね。18年ぐらい、その時ですね、うん、夜も休みも働きました。あの今の副業、今副業って言いますね、うん、私今から36年前から始めたから、はいはい、もうは先駆けですよね、はい、会社員と施術家みたいなのをもうされていたわけなので、はい、でそしてですね、うん、なんかな、労働契約違反ですでも会社は分かってて、はい、もう協力していただいて こうしてくれました、あの、はい、見てみないふりしてくれて、はい、それは何でかでいいことしてるから、はい、それ会社でも使ってたから、はい、まあ、そういう習いたいからっていうことだとかね、はい、時間融通していただいたりとか、はい、それで会社のためになるからそれ許してくれたですね、はい、うん、だからあの物事ってあのダメって思うかダメなんですよ、うん、ね、もう あいつは仕方がないなと思って、あいつもどうしようもないって思われた勝ちです。あいつ変、いい意味でね、うん、あいつ変人だと思われた勝ちです。はい、まあ、突き抜けちゃえば、突き抜けちゃえばあの、はい、もう杭も上まで叩かれないからあの出過ぎた杭は打たれないですからね。叩かれたうちにはあのあれで、はい、出過ぎたらみんな寄ってきます。あ、出過ぎたら寄ってくる、出過ぎたら寄ってきますね、目立つから、はい、目立ちましょう。そうですね、うん、もうあいつとか言われながら、もうあいつと言われた時はもうちょっとしめしめ、 しめもう仕方がねえなあなってくるから。そうですね、だからそのぐらい自分ってものをこうきちんと確立してというんですかね、やっぱりこう軸を持って頑張るっていうのとかね、はい、大事なのかなって思いますね。やっぱその、なんとかね、思い通り しようと思ったらですね、やっぱ他利的にならないか、他の 利がないとダメなんですよ。あ、他の利ですね、が、うん、利じゃいかんわけ、ね、うん、が利じゃいかん、利益というか、うんうん、その他人のためになるようなことをやらないといけない、うん、そう、我の利益だけだったらね、うん、これも我欲になっちゃいますもんね。我欲などもに、長続きないです、はい、あの他利やってたら自然で自利になってきます。我利になってきますから、だから他人のためになることを積極的にやると、うんうん、それ例えばこうある程度年になった時に余裕を持って、はい、人のことやっても何も困らないようにすればいいんですよね。あ、まさに先生もね、うん、あのボランティアのようなことだったり、うん、あのうまく両立されてこう全国と見回ってらっしゃいますよね。そうそう、うん、ボランティアだけだったら成り立たんけど、うん、こうそのちゃんと収入もあって、収入もあってボランティアもあって、はい、そのバランスなんですよ、うん、なんかボランティアばっかりでこうあんまりこう、そうですね、バランスの悪い方っていらっしゃいますよね。あのなんかこう常にこう人のためにやりすぎてて、結局こうビジネスっていうのがうまくいかない方もいらっしゃるような、うん、自分はこんな人にしたいため何でこうならないのかって逆も思うんですよね、はい、いやそれ余裕でやってるから、うん、あとどうでもいいって評価をみんながすればいいと思えばいいんですよ、うんうん、そうですね、だからこそ、 その例えば、まあ臨床を取れるから、うん、遠隔でやってる時にはいただかないよみたいな、先生みたいな大胆なこともできるわけで、そう、重症者にはいただきませんよって、うん、ね、それが自分の勉強やから、うん、ね、扱わせてもらえるってそれで勉強じゃないですか、うん、でそれであのきちんとまた精度を上げていくというかね、そうそう、仕事の不思議とですね、あれただでやるとよく聞くんですよ、うん、責任がないからあの、はい、なんか前も聞いたような気がするんですけどね、なんですかね、このプレッシャーがないからなんですかね、エネルギーが通っちゃうのかよく分かんない世界ですね。相手のためと思うから、はい、そのなんですかね、その純粋になるんじゃないですかね、うん、不思議ですね、ま、真心の世界というか、真心の世界、うん、うん、不思議ですよね、不思議、
私多分その話とは違うんだと思うんですけど、なぜか目の前にいる時よりも遠隔のがうまくいった時とかもあって、触らないってなんかすごいことなんだなって感動したことがあったんですよね。あれ不思議ですよね、遠隔って。初めて見た時、私遠隔する人見てから土下座しましたから。いや、先生の見た方っていうのは多分お話ちょっと聞きましたけど、なんだかすごいんでしょうね、もうレベルが。会社の経営の社長だったんですけどね、それで お告げかなんかで3000坪の土地を買って、そこを山をですね、チェーンソー70かチェーンソー 一つ持って切り開いて家建てたんですよ。随分パワフルな社長様ですね。パワフルな社長ですね。その時76やったけど。76ですか。その時ですね、私 2時間で60人がやってきたんですよ。それこうちょっと鼻がちょっとこう高いところですね。あ、もうだいぶ絶好調な時だったんですね。絶好調やったから。だけどそういうすごい方を見てしまったと。その時向こう、お前どれぐらいできるか、2時間で60人ぐらいで、ちょっと鼻高やったっけ。お、そうかって。自分の友達、はい、これ実はインポテンツだったんですよ。はい、ちょっとはい、まあ夜ですからいいでしょう。はいはい。ほんならその社長、投資の方が、あんた立たんやろって言うと、自分の後ろで、俺立つかなと思って、後ろその後ろだったんですよ。ちょっとそう立っててごらんって言ったら、今大丈夫やろって、うちの友達顔真っ赤に、大丈夫ですか。そんなの、なんかそんなに短時間になるもんなんですね。その時はですね、もう何が何だか分からん、もうカテゴリーが全く違うから。そうですね、何をどうしたんだろうみたいな世界に、レベルが、はい、すいませんって頭下げながらですね、いや、その時まだ、43だったから、はい、その人76だったから、はい、まだ43年あると、はい、あ、なので33年あると。そうですね、この人の年にはなるやろと。その頃この人はいないだろうと。あ、いや、余裕、どっかで余裕持つんです。自分が勝ってるとこだけ持つわけ、はい、ね、絶対人と会う時、年上でこう強いとか、向こうが上の時、絶対自分が有利なとこ持つんですよ。で、ここの余裕ができるから。なるほどね。そう思って土下座して、なんか頭こうさせられるけど、俺は絶対抜いてやると思うんですよね。へえ。で、今もうあれですかね、それ1年、その人がですね、朝夜明け前に花王の土手を歩いたっていうの、毎日1年間。へえ。それならこっち山に登ってやろうとしてるで。あ、それでその話につながるんですね。そしたら九州ってね、熊がいないから大丈夫なんですよ。熊が山にいないんですよ、九州は。ああ、安全なんですね。本州は危ないけど、はい、ほんで山で暗いうち一人で登ってください。怖いから。そうです、暗いんですよね。ほんで遠くのガサッとかすごい音やらですね、はい、小さな、結局そんだけ自分の神経とか ビリビリになるわけ、うんうんうん、自分のこうエネルギー範囲が広がるんですよ。なるほど。なんか人知れず修行をしていたってことですね、それって。そうですね、1年間、うちの奥さんがどこ行く、朝暗いうちからどっか行くから、ちょっと頭おかしいと。で、子供にはちょっとお父さん頭おかしいから近づくなと。その時は会社員をまだされてる時に毎日行かれてたんですか。会社行く前に登ってました。へえ。それ7時ぐらいに帰ってきてご飯食べて、へえ、会社に行ってました。そうなんですね。いや、すごいな。それ1年間登って、したらこう、なんですかね、あれが、血圧、これが下がらなくなったんですよ。ずっと上がってたんですか。過信しすぎて。へ、あ、これちょっとちょうど1年経ったからやめたらストンとしました。へえ、面白いですね。面白い。皆さん、1年間続けなくていいから、はい、第1日だけでいいから夜明け見てください、はい、ちょっとその話をやっぱり何度かお聞きしてたんですけど、なんかちょっとそこまで言われたら、やったらご利益ありそうな気がしてきました。1回だけご来光を拝んでください、はい。ほんな、太陽が昇るところも見てですね、自殺する人いないと思うんですよ、うんうん。まあ、別にそこまでは思ってないにしろ、なんかエネルギーが多分なんかいただけるんでしょうね。活性化するし、はい、なんかこうできるんじゃないかなと思いますよ。ちょっとやろうかな。なんかいいことありそうですよね。もう一回でいいから、これ、はい、だから何かあったところを思い出してください、はい、そうですね、うん、なんかこうワクワクしてきます、うん、できたら今ねえ、もう携帯で撮れるでしょ。はい、じゃあそれをちょっと写メしてみたりして、ちょっと待ち受けにしてみたり、待ち受けして、そこを見てその時イメージしてください、うん、ほんなら脳、はい、はそういうふうにいい方向に参りますから。なるほど、ちょっと話がつながってきましたね。足腰も鍛えられて、歩いたりすると朝日も見て、はい、心と体を健康にしましょう、はい、もう健康にしてこのコロナを蹴飛ばしましょう。そうですね、私たちは免疫力を上げなきゃいけないのでね。そう、一番は免疫力を上げることです。はいね、ここが一番大事なんですよ。そうですね、やっぱりそのためには本当に肉体も大事だし、中のね、やっぱメンタル的なこともすごく大事だったりするので、それと食べることと寝ることです、
はい、もう基本ですね、うん、この4つをしましょう、うん、あと笑うことです。今です ですね、マスクをするから、ね、表情が硬いですよね。硬いです。もう、うん、もうあの笑わないんですよ、うんね、もうここだけしか表情がわからないから難しいです。なんか誰と会ってもなんか似たような顔の人に見えますよね。知り合いが挨拶でこっちは誰かなってわかんないですよ、うん、ここしかないからね。そう、向こうわかってこっちはわかんないんですよ。はい、ね、もうわかります。なんか世代がね、中高年になるとだんだん顔が似てきちゃうんですよね。そうね、女性は今度化粧しなくなるし、うん、あの隠れてても化粧してくださいよそうですね、あのお家ではね顔洗いますけどね。はい、まあ、大事ですね。やっぱりあの格好から入ることもすごく大事ですからね。そうそうそう、だから見えないとこをおしゃれする、はい、これが本当のおしゃれだと思うんですよ。おしゃれ通りです、ね、はい、ちょっともうあの後半も引き続きちょっとお話を伺いたいと思うんですけど、ここで1曲曲をお届けしようかなと思います。今日はですね、あの私も、3月とか、6月かなお会いしてるんですけど、トカーモスさんの曲を持ってきました、月が見てるよ、お聴きください。どうぞ。月が見てるよ、ララララララ月が見てるよ、ララララララ秘密の宝物、満月に照らされてどこか遠くへ消えた。月は見てるよ、ララララララ月は見てるよ、ララララララ消えてた宝物、どこまでも逃げたって、空から丸見え、消えた見えた消えた隠せない、誰にも知られたくないこと、ずっと隠してきたのに、どうして君には知られたくないこと、ずっと隠してやるって大事ですね。一回はやると、ね、聞いたからには、はいはい、曲をお届けしました。はい、では後半ですね、はい、ちょっとね、あの山内先生にはね、いろんなお話をお聞きしたいところなんですが、はい、やっぱり今の秋になってきてね、はい、あのよくいろんな方から、あ、まあ夏バテみたいな感じだったり、はい、ちょっと疲れがね、はい、
なんか出てきたなっていう方とか、まあ、よくいらっしゃるんですけれど、はい、何かこう対策ってございますか？一番はですね、あの悪い時って呼吸が落ちてるんですよ。だから呼吸機能を上げるってことですね。まあ、手のひらを前にこう向けて、はい、ちょっとここでで肩後ろにして、はい、肩後ろでこうグーっていく。その時にですね、お尻、はい、尾骨をちょっと後ろにやるんですよ。あ、尾骨を後ろにね。そうすると胸が開くと思うんですよ。はい、これ前が中心ですね。はい、意識です。この腕だけじゃなくて、尾骨も後ろに引く。そうしないと、そうするとちょっと腰の方が伸びるかなと。はい、それで立ってもできます。立ってもできます。あ、立ってもできますか。それで、はい、ニュート。よく言いますね。これをちょっと上に上げるイメージでください。はい、あ、はい。ちょっと胸の位置をね、はい、少し上向きにしてみましょうと。それでぐーって吸ってください。息吸います。はい。吸って一回止めます。もう一回吸えると思うんですよ。あ、吸えます。止めます。もう一回吸えます。だいぶ吸いました。あ、吸いましたね。はい、その時胸ぐーっと肩を後ろに開きましょう。それでこの状態息吐いてください。ゆっくり。あ、なんか手が結構ピリピリするかも。はい、ピリピリするね。はいはい。あったくなってきたですね。はいはい。それで呼吸しやすくなってると思う。あ、確かにこうずっとこうひあの、まあ、テンションっていうんですかね、うん、ちょっとかけたことで少し姿勢がちょっと楽になりましたね。あの縮まってる胸が開きますから。はいはいはい、はい。そしたら肋骨が開くからですね。なるほど。呼吸しやすくなるんです。あ、なるほど。それとあと頭。はい。あの大体あの呼吸が浅いと、うん、頭の酸素が欠乏してます。はい、で頭ボーっとします。こう、うん、だからこめかみのとこあの頭を持つように持つ、うん、あのボールを持つように持ってください。はい、でこれぐるぐるぐる、あ、ちょっと自分で押すんですね。はい、それで、あれで目ペグ吸って、はい、頭ぐーっと押さえて上に引き抜きます。上に引き抜きます。上ですね。上に引き抜くですね。はい、どうですか、すっきりしません？はい、でもこれもっともう一回やってみようかな。はい、これもっとすっきりする方、はい、目を見開いて上に上げます。上に上げる。で手やるんですね。あ、口ちょっとアパート おバカ顔です。あんまり見ないでほしいです。あのちょっと見てないところでやってくださいね、皆さんね。はい。ね、うん、綺麗な顔がちょっと。いやいいですけど。今でもなんか目が、ね、目がすっきり、うん、うん、そうですね。すっきりするでしょ。そうですね。2回やるとよりすっきりしましたね。どうかしたら背中が汗かいてきます。おお、確かに背中が衰えてますよね。あんまりこう使わないですかね、普段ね。あ、次は今度は手首。これこうあの手首のとこ、あの人差し指と親指、はい、もしくは薬指で、はい、でこうぐるぐる回してください。それは右でも左でもいいですか？両方します。あ、両方ですか？はい、はい、両方あの反対の手でね、やります、手首のところをこう擦る感じですね。あ、やったら今度こう手あの指重ねましてこう、はい、しますね、はい、間に。で今度これじゃあ普通の、体のねじりなんです。逆します。逆、はい。あ、気持ち悪い方、気持ち悪い方、これでこうやります、はい、こう気持ち悪い方をやって自分の調整します。へ、なんか自然と体ってねじれてるんですよ。あ、そうですね、使っててねじれますよ。はい、ねじれてます、筋肉とか。こうそうしてください。で腕組んでください。腕組む、あ、はい、いいんですね。組める方で、はい、組める方で息吸って、肩ストンとつきましょう。今度反対組みます。反対、ちょっと気持ち悪い、なんか嫌でしょ、気持ち悪いけど、はいはい、これやる。そうですね、はい、それでこう肩を回してください、はい、どうですか？ちょっと待ってください。はい、こう下ろしてください。なんかだいぶスッキリしたと思うんです。はい。なんとなくスッキリしたでしょ。ああ、そうですね。うん、でこう左右のバランス取れてますから。へえ。座ったままでもできるんで簡単ですね。座ったまま、うん、で立ってるときにちょっとスキップすればいいです。スキップね。はい。やっぱりスキップって足の裏とかこう刺激がこう脳とかもそれからいいんですかね。スキップというのはあの片足で直に立たないかな。はい。そこで踏み込まなきゃいけないですね、うんうんうん、片足でね。何度かどうなるか、脊髄のこの椎間、ここポンプ運動が働くんですよ。ポンプ運動が。ポンプ運動が働くから脳脊髄が流れよくなる。スキップすると頭すっきりすると思うんですよ。なるほど。これもう一つプラス、はい、鼻歌を歌うんです。スキップしながら。スキップしながら鼻歌を歌うと脳刺激で脳が軽くなります。なるほど、やっぱ大事ですね。だから悩むときはですね、スキップして鼻歌を歌えばいいんです。なるほど、ちょっと今度こっそり家でやろうかな。はい、はい、人から聞かれたらバカと思われるかわからない。そうですね、ちょっとバカになってみましょうかね。バカになりましょう、ね、一生懸命考えるとですね、はい、同じ回路労働をめぐりしてる、うん、だからそこから離れないんですよ、うん、だからなんかいろいろ考えて、なんで外出られないかんかというと、うん、ちょっとその同じ回路ばっかり作ってか、よその回路を使いましょうって。そうですね、うん、結局迷ってる時っていうのは自分からしか外が見えてない、はい、外から自分が見えてないから、今自己位置が分からないから行く方向が見えないわけ、うん、
はい、そうですけど、はい、おっしゃる通りです。ねえ、だから自己位置が見えないんですよ。うん。だからスキップとかでちょっとこう、そうそう、ちょっと活性化しますか。そしてあと人の意見を聞く。そうですね。あの自分の姿で自分で見えないんですよ。見えないですね。外からやったらよく見えます。はい。例えばこう撮影しますね。はい。自分の欠点がよく見えます。あ、そうですね。そうでしょ。だから、はい、ああこういう動きしてたんだとかさ、はい、あの時こういう表情してたんだとか。はい、反省材料、客観的に見るってことですね。そう、反省材料がいっぱいあります。はい、いろいろとね、いろいろと、あ、自分はこんななんだなっていう。そう、それであの人間ですね、自分で自分の声で聞いたことないんですよ。そうですね、あの恥ずかしいものですよね。だからもうね、こう話しててもですね、これ骨振動が入ってるからね、はい、分かんないですね。違う、録画した音、あの声来た、あ、俺じゃねえなとか本当は自分が外に出してくるその声です。はい、だから本当ね、あの分かったつもりで自分自身が一番分かんない、うん、そうですね、分かったつもりになってやっぱり、あ、違ったなってなりますからね、はい、例えばですよ、この時はこう言おうと思って行くじゃないですか、はい、その場になったら別のこと言ってるからですね。そうですよね、なんかあの言おうと思ったことじゃないことが口をついて出る時ありますね、うん、ね、だからこう、うん、悪いことして彼女に謝ろうと思って言った時はですね、なんかあの怒ったりしてしまうんですよ。私は昔の話、昔、はい、今だね、昔の話、はい、昔の話なんですね、はい、はい、まあ、そう、あまり言うと上から怒ってくるからああの昔の話だそうです、はい、ねえ、うん、夫婦でもそうと思うんですよ。そうですね、ここで素直に謝ればいいけど、謝ったら自分の地位が落ちるような感じですよね。はい、なんか変なプライドがね、プライドなら見栄です。あ、見栄なんですね。プライドって あって、はい、こう余裕がある時はプライドなんですよ。はい、見栄ですね。 ないのにあるふりするので、あるふりするなら見栄なんですね。見栄でございます。ちょっと言葉が違いましたね、はい、うん、みんな見栄っぱりが多いから、いや、自然と大きく見せたいもんなんですよ ね。でもそんなところでこうね、そんなちっちゃいこう、ね、張り合っても今特にこのコロナ騒ぎでみんな家の中の小さいところですね、はい、張り合ってるんですよ。なるほど、みんなそれでストレス溜まってますね。そうですね、動きが少ないですからね、会社もあんまり行かないでリモートされてる方もいらっしゃると思うんで ね、ギスギスしますよね、お家の中が ね。リモートってね、コミュニケーションできてるよ、できてないんですよ。必要事項以外言わないから。そうですね、雑談ができないですもんね。できない、うん、でこうリモートで1対1ならまだいいけど、うん、あの大人数でね、大人数で1人しか発言、オンラインしててもね、うん、1人、あの1人しか発言できないですね。そうです ね、それじゃやっぱワイヤーガヤガヤ言ってやらないといいアイデア浮かびませんよ、うん、そうですね、うん、だからこう今とこのなんか、ね、コロナ騒ぎになってみんなですね、はい、あのコミュニケーション能力落ちたと思うんですよね。あ、それはそうだと思いますね、うんうん、だから学校で勉強も大事やけど、うんうん、友達作ることもっと大事と思うんですよ。そうですね、うん、そういったリモートでそんだけ友達ができるかっていう、かわいそうですね、今のね、やっぱ学生さんとかっていうのが、ね、うん、通うことがなかなかないですし、もうバカ騒ぎはできないし、うん、もう我々にはバカ騒ぎばっかりですよ、ね、バブル時代で。そうですか。もう一生懸命でもうフラフラになってそのまま仕事行ってたから、はいはい、若いっていいですねみたいな、うん、それでも許された時代やから、うん、なんで会社が儲かってたから、うん、まあ、経済がそういう時も、ね、経済がですね、まあ、あのもう毎年給料が上がるのは当たり前、うん、夢のような話ですね。私たちからすると羨ましいです。あの私あの20歳から34歳までバブル期でございまして、一番いい時期だったですね。いいですね。これがずっと続くと勘違いでした。はい。いや、でもちゃんとそこから準備されてたんです。素晴らしいと思いますけど。それがちょっとこう落ち込んだ時に準備したんですね。うん、まあね。だからそのやっぱそのそれをこうなんかな、見たのはやっぱ海外行ったからですね。海外のそのリタイアしてる人たちのこう姿を見て、なんでかなと思うんですね。はい、結局そういうこと、いろんなこうちゃんとうん、あの日本では貯金じゃないですか。はい、か向こうはこう投資やってるんで、ね、はい、だから配当が入ってきて、それまで運用しているっていうことですね。うん、だからこう全体どうかしたらもうなんかな、引退して3億になるとか言うんですよね。うん、だから自分稼いだ金も増えてるっていう。なるほど、やっぱ考え方がいろいろ違いますよね。その時間の使い方だとか、まあ、お金のね、うん、だから最終的に時間、結局ですね、時間の使い方とお金の使い方が間違うからおかしくなるし、そうですね、これがいいといい方向に向くんですよ。そうですね、で時間
時間って何かってことで命なんですよね。はい、だから命ですか。だから命大事にしてますかって聞く。そうですね、やっぱりこういつまでもあるわけじゃないのに、うん、なんとなくあるものだと思い込んでるから、うん、いざなんか困った時とかに準備が全くできてなくてどうしようってなるわけなので、だから時間、あの命大事にしてます何かって時間を大事にしてますか、なんとか。深いですね、その質問はね、うん、だから例えばこう待ち合わせして、うん、相手が連絡つかないイライラしますね、はい、なんでかって自分の命が無駄に使われてるか分かってるから。あ、そうですね。そうでだから そこでこう、あ、ごめん5分遅れると言ったら、はい、イライラしないんですよね。そうですね、その5分間、ね、こう別のこと考えられるから。そうですね、そこはこういつ来るか分からないので、うん、そこにイライラ感というのは自分の命が無駄に使っていると、うん、その潜在意識が感じてるんですよ、はい、なるほど、そうですね、うん、なるほどなるほど、なんか思い当たる節あるでしょ、うん、そうですね、だからやっぱりこうある程度豊かな人とか、うん、やっぱ成功されてる方っていうのは時間とかやっぱすごく大事にされてるから、うん、はい、そういう意識を持って、まあ、たとえ自分が何もなかろうとも、うん、時間とかね、そういう約束を取って大事なんだなっていうのはちょっと意識したいところですね。あのですね、うん、例えばお金を稼ぐと働くってことですね、うん、ほんなら一番初めは命を使ってるんですよ、はいはい、労働ですね、うん、時間使って、次どうするか、うん、頭使うんですよ、はい、その次なんと思います、頭使った後に次の段階です。次の段階はお金、うん、そうです、お金使うんです、はい、お金にお金をう、うん、だから頭とお金を使うです、ね、頭とお金使うんですよ、うん、そしたら時間が余ってきますよって、はい、ほんなら自分の時間が増えるんですよね、うん、そうですね、だから そしたら自分 その命が長くなったのと一緒なんですよ。なるほど、最終的なものは変わらないけど、うん、この10時間が増えてくるわけ、はい、ちょっとその考え方はねちょっと身につけたいところですね、うん、やっぱり何のお仕事されていても今何歳でも、うん、そういう意識がね、うん、だからずっと働きますかになるわけね、うん、そうですね、うん、だからずっと働かない、その働くものをお金に働かせるとか、うん、頭を使うわけ、うんうんうん、頭を使ったら それだけの10時間で、その頭を使えば今度、はい、時間あたりの価値観が変わってくるわけ、うん、そうですね、うん、だからいきなりはそれは全部は無理かもしれないけど、ちょっとずつこう準備をね準備していく。例えば夢をパッと見て、うん、なんでできないかって分かったら、うん、そのもう半分解決やから、それ一つ階段登っていくわけ。そうですよね、ほんなら近づけてますよ。ただ、うん、この夢 100% に並んでも80か70ぐらいまでいけますようになってくるわけ、うん、やっぱり意識をそこに向けるってすごく大事ですよね。こうなりたいとか、うんうん、まあ、だから先生が海外に行かれてこうリタイアされてる方とかを見たことによって、うん、やっぱりそういう違いってものを認識されたりとか、はい、まあ、自分の経験をもとにこうどうしようっていう、多分なんかいろいろ働いたのかなって気がしますね。あのですね、これ、うん、海外に行こうと思ったら昭和45年なんですよ。私高校1年の1学期です、うん、だいぶ前ですよね、うん、そしてあの高校の三者面談、はい、行った時私海外留学したいって言ったんですよ、うん、親と担任が呆れ果ててました頭がいいわけじゃなし、金があるわけじゃなし、その当時留学というのはよっぽど頭いいか、はいはい、お金があるもんしか行けませんでした。でも当時の動機としては最初からすごく高尚なことを考えてたわけではなくて、うん、お家から出たいとかそういうことだったとかじゃなかったでしたっけ。家から出たいってのもあったけどその頃はね頭で高尚なこと考えてた。高尚なことは考えたんですね。頭のことだけは。でも今考えた家出なんですよ。でもそれをこうちゃんと貫いて一回親御さんとかいろいろ反対されたとしてもまたチャレンジされたっていうのがすごいですよね。親から潰されたっけ。だから高校から行こうとした時に向こう その学校に行こうチャレンジしようとした時に、はい、親と担任とうちの親父が話し合って、うん、卒業見込み証明書は学校に権利があるから出さないっちゃう、はい、パワーですよね、はい、ほんで言ったんです。卒業したら卒業証明書は出してもらえますね。卒業して誰も止められないっちゃう、うんうん、だから今度卒業証明取りたわけ、はい、で試験受けさせてくれたんですよ。な学校が OK になったんですね、うんうんうん、ところが長期やから今度ブラジルだったからブラジル大使館の許可があるのとこは別問題やから、うん、その時はですねもうパスポートがいるんですよ。でまだ19歳パスポート申請 の、はい、あの保護者の印鑑クレジットのうちの親、はい、俺に権利あるから押さない、はい、その頃やっぱ迫力違いましたね。やっぱ戦争に行った人間は、うん、もう取り付く暇ありませんでした。はい、親御さんの、ね、力が強かったということで、それ考えたら自分は行きたいだけであってお金もない、うんうんうん、パスポート取るも取れない、はいはい、あ、行きたいだけで何にも権利がないと、はい、資格がないと、はい、これ分かったらこれどうしたらいけるかって、うんうんうん、ね、
だから資格お金自分で貯めるんですね。そうですね、やっぱり準備をして、はい、あのその試されるってことですよね。そうそう、資格がないときはじゃ、まあ、うまくいかないと、うん、だからそれから、うん、あのその当時、昭和49年51年、うん、2年間で100万貯めました、うん、だからやっぱりこうチャレンジした上でのまた実現するっていうのが、うん、まあ、一番いい時間っていうか時期なんでしょうね、うん、それで、うん、あのあと先生30秒ぐらい、まあ、あと帰ってきて親父に、はい、あお前親にお前行くんかって俺に権利あるって言った、はい、今度は先生に、ね、うん、権利があるからね。何にも言いませんでした、はい、向こうのが諦めたです、はい、では最後まとめです、はい、まあ、今日はですね、あのもう赤、まあ、朝日を見たりとか、あと歩いたりとかしていただいて、まあ、ぜひスキップしていただいてね、思考をクリアに、はい、しましょう、はい、それ目標ができてダメだったら頑張りましょう、はい、ということでありがとうございました。どうもありがとうございました。